皆さんこんにちは。今回はこちらのリベンジをしていきたいと思います。お願いいたします。はい、今回のフレンドさん、こちら LR なんとかさんです。 LR ロイチさんだったかな。アルファベットがねババババッと並んでる方です。よろしくお願いします。マジでありがたいよ本当に。こちらのパーティーで挑みたいと思います。いろんな情報と、アドバイスの方いただきまして、自分なりにねこう調べてまとめてみましたので、攻略のね説明の方させていただきたいと思います。まずですね、相手のブロリーなんですけども、力属性で来ます。そして体力メーターの方が3本分あります。1回減らして2回減らして3回減らしてやっと倒せるという、とりあえず体力がめちゃくちゃあるんだよね。そしてなんと言ってもフレンドさんのキャラクター見てもらうと分かる通り、新キャラ、今回の、新ガシャイベントでね新しく来ましたブロリーが出るねイベントなんですけど、それの新キャラクター、こいつらをね使っていくとスムーズにクリアをできるという、まさかの新キャラ使わないと結構厳しいっていうね、やってきましたねドッカンバトルさん。まさかのガシャを引かせる戦法に出ましたが、これをなんで連れてくかと言いますとですね、暴走を阻止する必要があるんです。普通の通常攻撃も前回のね昨日の動画見て分かる通り全然食らいません。必殺技打っても普通の攻撃打ってもどんだけ強いやつでも当たんないんですよ。こいつの暴走阻止するスキルを持たせることで、なんと相手にダメージを与えることができる。そしてなおかつこっちもワンパンで死なないようにできます。まず一つ目は、先ほども言った通り新キャラのパッシブスキルを使うこと、暴走無効化するスキルね。そして二つ目は、はい、こちらにいるキャラクターバーニングファイトっていうリンクスキルを持ってるんですよ。でリンクスキルっていうのはこのステージ上に 3体置きますよね。その時に隣り合わせになった時に発動するスキルのことです。でこのバーニングファイトっていうねこちらの効果なんですけども、はい、まずこちら見てもらうと分かる通り、敵の暴走無効化&アタックを 15% アップさせます。先ほどの新キャラのパッシブと同じなんです。ただパッシブに関してはそのステージ上にねいれば OK なんですけど、こちらのリンクスキルのバーニングファイトの場合は隣り合わせにちゃんと置かないといけませんということなんですよ。これ一覧見てもらうと分かる通り、この一番下のね今のこの画面の下に一番下にピッコロがいるんですけど、なんせ SR Z 覚醒しても SR だから、今回は持ってきません。で技属性なんでね、できるだけ早属性で固めていきたい、これがやっぱ正直なところなんですよ。なのでガードをねちゃんとできないと倒されます。そういうこともありまして、そこはピッコロの方を外して早属性を入れました。そんな感じでこのねバータを、HP が一番高かったので持っていくっていう形ですね。そしてアイテムの方を持っていきたいと思います。それがこちらです。左からセンズデンデ、こちらの2つは全回復させるアイテムになります。そしてエンマ大王、こちらは相手のダメージの 50% を軽減。一番右側にあるのが神聖樹の実、3ターンのみですけども味方全体の気力をプラス3にすることができる。戦い方なんですけども、できるだけ順番をちゃんと並べて、毎ターン早属性は出せるようにします。なんでかって言いますと、スキル発動の時がねちゃんとマークが出るんですよ。その時は相手必殺技打ってきますんで、その時は絶対に早属性でガードする、そこをちゃんと知っていきたいと思います。ガードしてもですね2万以上は食らってしまうので、そうですね2万5000、6000ぐらいは余裕持って HP ある状態にしときたいなと思います。で相手の攻撃パターンなんですけども、1回休み1回攻撃みたいな感じで、一番最初だけ3ターンだからあるんだよね。その後は一旦攻撃の一旦休み、一旦攻撃の一旦休みっていうパターンです。なので相手がね攻撃してこない一旦のね間にうまくこう調整してやっていけたらなと思います。クリアした皆さん、こんな感じでよろしいでしょうか。
なんかね、足りなかったらコメントの方、もしくは、ツイッターの方で言っていただけると、攻略というか倒し方、上げさせてもらいます。まあ、ツイッターの方にちょっと文でまとめて投稿しようかなっていう感じです。なんか言葉に足りないことがありましたら教えてください。それでは、やってみますか。ノーコンできなかったらマジごめん。マジでごめん。とりあえず、ノーコンできたら OK で、ノーコンできなそうだったら、できなそうっていうかもう普通にね、死んじゃったらコンティニュー、今回はします。行きましょうか。でも、ハヤ属性が少ないからね、多めに見てください。それでは行きましょう。よし、もう気力を貯めていきます。なんかさ、ツイッターとかでも教えてもらったんだけど、ノーコンでも20分30分かかるらしいっす。めっちゃ長期戦になりそうなんだけど、頑張ります。怖えな。ハテナ、ハテナ怖いよ。ハテナ怖えよ。お、危ねえ。ダメージは食らいたくないな、さすがに。よし、行きましょうか。怖えー。少なすぎでしょ、マジで。よし、こっからだね。で、できるだけ散らしたいんだよ、ハヤ属性。必殺技打てるね。よし、行きましょう。ゴー。これでよし、お願いします。もう必殺技はね、バンバン打っていかないと厳しいんだよね。やべえな。おお、全体攻撃きた。うるせえな、ちょっと外うるせえな。もう車たくさん通り過ぎでしょ。そしてこの全体攻撃やばいね。しかもスキル発動してくる。プー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 、うるさいわ、ほんと。一番最初、全体攻撃っていうのは一番最初は食らいます、結構。で、2体目3体目に関しては少ないんですけど、まあ食らうんで、もし体属性で浮きちゃうと、まあ結構食らうって感じですね。行きましょう。プップップップ、うるさいな、ほんとな。よし、行きましょうか。お願いします。強い強い。うわー、やっぱ厳しいよな。よし、暴走向こう来た。オッケー。まずベジータ王でこれ必殺技打って、でその後に必殺技。うわー、厳しいな。打ちたいけども、したいけども、しょうがねえ。これでいこう。強い、ギャリコー強い。全然食らわねえよ。
わーやべえスキル発動してくる、やばいな。ここ閻魔大王使おうかな。ちょっともったいない気がするんだよね。まだここで全回復しちゃうともったいないんで、これでいきます。よし、ちゃんとあれだね、あそうかそうか、リンクスキルね、このバーニングファイトってやつを使っていかないと阻止できないんで。強えな、やっぱ。うわ、危ねえ。よし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 。ここで、ちょっと新聖樹の実使いたいと思います。ベジータ必殺技、あ、危ない、デンデ回復処方、そしてベジータ王必殺技マイティマスク、どうだ、どんぐらい食らうんだよマジで。うわ超強えな、ほんとベジータ王が強いな、やっぱ。よし、ここはこういう風に置いた方がいいんだよな。これでいきましょうか。これでいいか、これで OK だね、これでいこう。で、悩む、いいか、これでいこう。よし、いっけい。強すぎだろ。やはりね弱すぎる。はい、行きましょう。できたらベジータ王でバシバシ行きたいんだよね。ちゃうか、微妙だな、粘ろうかな。長い戦いになりそうっすねマジで。よし、ドッカンモード、どのぐらい食らうかな。よし、強い、絶対強い、これで。
やべえ。マジやべえ。よし、これでいきましょう。これ必殺技だね。ベジータがね、バーニングファイト持ってれば最高なんだけどな。ダメっすねよし、ここで、デンで使います。そしてここで必殺技、通常、よいしょ。すげえな、まだ体力一本も消費してないからね。やばいな。来た来た来た。ここでまず必殺技打ちます。ゴーからの、この辺はいいか、潰そう。ベジータ王いいっすよ。あーくそ、システムアップデートうぜー。よし、耐えれるだろ。やばい、コンティニューしましょう。マジか。やべえ、泣ける。濃厚したかった、まあ、でももうこう勝つしかないよ、ガチで。うん、全体来ちゃった。こうだな。よし、新聖樹使うか。使ってもってやつね。使ってもちょっともったいない使い方したな。クソだなマジで今の俺、マジでクソだ今の。はい、
つえつえよ。とりあえず回復だよ。エンマだよ。うわもう厳しいなマジで。超厳しい。強すぎる。強すぎるってば。しか。マジで。これ厳しいぜマジで。やばいよ。あ、これ終わるわ。ガチで。マジか。エンマ大王いねえじゃん。無理だよこれ。無理だ。うわちょっと反省会。どうすりゃいいんだろう。まずさ、エンマ大王絶対じゃんね。それでベジータは絶対持ってかなきゃいけない。だこのマイティマスクベジータ王を悟空持ってきたいよね絶対に。リーダーこれベジータで OK かな。でも必殺技をね打ちたいよね。うわーベジータを、あ、じゃあ待って、ベジータリーダーに置いてベジータをでしょ。でマイティマスク悟空 OK じゃん。この下の2体だよな。厳しいな。ガードに置くしかないんだよね本当。でも早属性でこうかな持ってかないとさ。で必殺技の時にガードしても、まあ、6万食らうとして軽減させて3万か。だ本当だったらやっぱりブーが必要なんだよね。あの HP50% アップ。そうすれば今総合 HP が、まあ、3万8000とかだから、まあ、約倍で、まあ、6万くらいになるんだよ。リーダーのベジータを外してブー持って、でもブー持ってねえんだよまず。厳しいだろこれ。くそー。え、正直これ無課金でこれ勝った人いるんすか。無課金ユーザーの人で。いやでも俺は無課金でも勝ちたいガチで。でこのさ、濃紺っていうか、まあ、ワンコンぐらいだったらまだいけると思うんだよね。でも
結局閻魔大王がなくなっちゃうと必殺技打たれたらもう終わるから、そこが勝負なんだよな。必殺技を打つときに閻魔大王で2回回避するとするじゃんね、アイテム使って。でまあワンコンしました。でももう次打たれたらもう終了だから、でまた2コンしましたっつって、もうゲージ1本しか減らなかったからね、マジつれえわ、どうしよう、やべえ。ちょっとね、みんなからね結構ねツイッターとかでもアドバイスもらってんだけど、今の俺のパーティーだとマジ厳しっす。なんかありましたらぜひアドバイスもよろしくお願いします。マジで勝ちたい、もう無課金で本当に俺は勝ちたい。ということで、すげえ長くなっちゃいましたけども、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。アドバイス待ってます。それではまた明日の動画で会おう。さよなら、バイバイ。バイバイキング